1975年の阪急ブレーブスでは、1975年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、上田理事監督の2年目のシーズンであり、3年ぶり6度目のリーグ優勝と初の日本シリーズ制覇を果たしたシーズンである。2年連続の V1 に泣いたチームは、広島との間で主力クラスの交換トレードを行って、白石静雄を獲得し、 また社会人ナンバーワン投手の山口隆が入団するなど投手陣を強化。打撃陣ではこの年から指名打者制度が導入されて長池徳氏が DH に入り、ボビー・マルカーノやバーニー・ウィリアムスが加入して打撃陣も層が厚くなるなど、だ打もに戦力強化に成功したチームは前期を優勝。このまま勝ち進んで、 後期も優勝かと思われたが8月30日からまさかの6連敗。終盤も4連敗するなど波に乗れず、最下位で後期を終了。プレーオフでは1973年まで半球の指揮をとっていた西本幸雄監督率いる近鉄との対戦となったが、第1戦は7から11で近鉄に敗戦。第二戦以降は立ち乗って3連勝し、最低勝率の 520でリーグ優勝を達成。日本シリーズは、上田監督の古巣である広島との対戦となり、シリーズ予想も、阪急有利と広島有利に2分されたが、エースの山田久志やベテランの足立光弘など、投手陣が山本浩二や絹笠義雄などの赤ヘル打線を封じ、また打線も効率よく、 得点を重ねるなど広島を寄せ付けず、引き分けを挟んで4連勝。球団創設以来初の日本一を達成し、地元、西宮球場で、上田監督が同上げされた。対戦成績では前年優勝のロッテと5位南海に15勝以上を上げたものの、3位太平洋には相性が悪く後期は、10連敗を喫するなど散々で、8勝17敗1分と、大きく負け越した。 優勝はプレイオフで決定。2位以下はプレイオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。